地球の終焉を思わせる天変地異。地上各地に現れた不気味な異常現象。幻の大秘宝クワスチカを求めてアクロバンチと共に挑戦の旅に出た達也ランドーと子供たちは今宿命の敵ゴブリンと最後の死闘を繰り広げていた。運命の敵が刻一刻と迫りきているのも知らずに。なんだと、それではもう彗星を食い止める方法はないのか。ありません。信じられないことですが、分裂した彗星は巨大化しながら地球直撃のルートに入りました。この基地ももはやこれまでです。あ、総司令、南太平洋戦線から緊急通信です。こちら南太平洋、ゴブリンとの戦闘で第4、第5、第7師団全滅。現在なお戦闘中ですが、苦戦です。クワスチカはどうした。出現以来新たな変化は見せていません。不気味です。中へは。アクロバンチが向かった模様ですが、その後の様子は分かりません。分かった。情報が入り次第連絡してくれ。了解しました。神はこの地球を見捨てられたのか。また新たなゴブリン軍だ。ヒューナ、突っ込んで片っ端から叩け。ヒロ、覚悟。来るか。やつか。アクロバンチ、今日こそ。シーラ、デロス様。クワチカの中へ。シラ、お前はデロス様のところへ行け。行ってお守りしろ。ゲプーと親衛隊がいる。私はここで地上軍と戦う。行けシラ。デロス様はお前の父だ。何、我が父はギリンゼボ。違う。私は見た。お前が重傷を負った時だ。デロス様はゴブリンのためにとっては等しく神に近きお人。地上を立つため他人のように振る舞われたのだ。嘘だ。嘘ではない。ゲペウに聞くがいい。さあ行け。行ってデーロス様をお守りしろ。本物のアクロバンチはすでにクワスチカの中に入った。ここにいるのはすべて偽物だ。さあ行けシーラ。父上。待てい。行かせるか。邪魔するなヒロ。どうやって中へ入るんだ。パパ、あそこだ。あそこから入れる。よし、みんないいか。はい。
ったんだ、親父。得体の知れない力で中心に引き込まれている。ああ、押しつぶされそうだ。なんだ、エネルギーボールが。何？エネルギーボールがこの中心と反応し合っているんだ。止めて。どうだ。みんな頑張ってくれ。私たちは今クワツカの中心に向かっているんだ。大丈夫か。ここはどこ？一体どうなったの？あ、あれは。パパ、あのマーク。あれは超古代宇宙の大原動力を示すシンボルだ。超古代？宇宙の大原動力。そうか、エネルギーボール、エネルギーボールだ。もう一つのエネルギーボールを。エネルギーポールがなければ。あ、パパ、聞こえる。何かが来るよ。ゴブリンかもしれん。え？ジュン、前は昼のホーネットに移れ。このままでは目につく。分離してこのフロアの下で様子を見よう。うん。みんな、いいな。オーケー。こっちもスタンバイオッケー。よーし、アタック、バンチアウト。わずか終われなが手に。これぞクワスカの正体、偉大なる宇宙の原動力。二面の輝きにいずれもエネルギーポール。ランドとアクロバンチ、いずこに潜んだか。探せ！探し出して息の根を止めるのだ！いたぞ！みんな発進だ！合体して戦うぞ！逃がすな！アタック、ブローバンチ。ワンチ待っておれ。これは動けるな。
な、何が起こったのだ。この大地は終わりの時を迎えるであろう。我々は幾千万年の遥かな昔より連綿として生と死を繰り返してきた全ての生きとし生けるものの源である。何だと。無限の時の中で輪廻転生を続ける大宇宙、我々はこの大宇宙の彼方よりやってきた。ここで我々は先の宇宙で我々が地球と呼んでいた星と同じような美しい星を見た。我々は満ち足りた優れた魂をクワスチカに乗せこの大地に降り立った。そして長い時をかけ、かつてそうであったようにこの大地と共に生きる生命を作り出そうとした。我々はその時の来たことを知った。ムーの都だ。我々はいくつかの体を作り、我々の魂を移した。豊かな時代が始まった。その子供らは大地に満ち、そして世界に広がった。我々は長い仕事を終え、魂も使い果たし、休息の旅に着いた。アトランティス。大地には豊かな建設の時が流れた。だが我々はその中に大きな間違いのあったことに気づかなかった。我々の繰り出した魂の中に邪悪な魂のあったことを。不幸のすべてはこの時から始まった。我々の知恵のすべては欲望と裏切りと殺戮に使われた。我々は全てを修正しなければならなかった。そして邪悪の元凶の大地を一日と一夜で沈めた。我々は疲れ果て、再び海底深く隠れた。生き残った地上の王たちは一堂に集まり、必死に生きる道を模索した。一人の王に角があった。リーダーたちはその印を悪と定め、地底に貶めた。一族をゴブリンと言う。彼らは地底に居を定め、恨みを飲んで生きながらいた。だが一度地に満ちた悪しき種は後を絶たなかった。我が子らは争い、我が子らは憎しみあった。世界は果てることなく地に満ちた。父さん、
だが争いの中にも愛は生き続けた。ミキ、それは無益な戦いの歴史であった。だがその中で我々の良き魂を受け継ぐ一握りの者たちが記憶にかすむ太古のクアスチカを忍び、また後世の者たちへの祈りを込めてその道しるべを築いた。そしてまた鍵となるエネルギーポールを用意した。クアスチカは地上人に代わる我がゴブリンの栄光を約束するものではないのか。違う、我々は良き魂を集めて次なる宇宙へ向かう。なんと、地球は一体どうなるのです。もはや救うことはできぬ。なぜ。幾千万年にわたる悪しき波長が太陽系に満ちて宇宙の彼方より滅亡の波長を集めている。 V 級波長。そう、地球の滅亡まで現れなかったのはなぜです。良き魂を集め新たに宇宙に向かうには悪しき魂の反発力を必要とする。何ですと。今がその時だ。第五のエネルギーポールで宇宙の偉大なる原動力を呼び起こせ。第五のエネルギーポール。そんな。パパ、第五のエネルギーポールなんてないじゃないか。良き魂は我がクアスチカに集い来ている。早く早くエネルギーポールを。力は尽きた。第五のエネルギーポールで宇宙の大根源力を呼び寄せるのだ。パパ、エクスキサーチが。第五のエネルギーポールはエクスキサーチだったんだ。そうか、そうだったのか。よし、みんな行くぞ。待て、奴を生かすな。お父様。意味がない。クアスチカの中に入ろう。あなた。
星だ。あれは俺たちの星だ。よし、みんな行こう。